ちは、かぶと TV です。今日も某鬼怒川河川敷の第二キャンプ場のに来ております。今日も台風一過なんですよね。でも前回ほど気温は上がってないんですけれども、今日はですね、この焚き火で、サンマをやりたいと思います。今旬ですからね。今日もね、ここで大葉ナイトを楽しんでいきたいと思います。それではかぶと TV 開店です。あー、サンマ楽しみだな。焚き火でサンマ。ただいまの時刻、時計が壊れました。何ですかね、暑さですかね。今日は時計なしですね。時間をなしでいきたいと思います。いつものやってきます。今日もプレモルですね。第一、それじゃあお疲れ様です。あー、うまい。いやー、うまいな、この一杯。あー、幸せ。そういうわけでしてですね、今日はカツオです。これ戻りガツオなんですかね。カツオです。うまそうですね。いや、今日も虫にやられてますけどね、慣れましたね。今日は醤油だな、まずな。醤油をたらっと入れて、まあ、生姜だね、まず生姜を入れまして、ニンニク、ニンニクを入れます。こんな感じですね。わさびも入れとこうかな、ね、それではいただきます。どれどれ。うまいな、うん。鬼怒川に乾杯。いや、カツオうめえな。ちょっと暑かったかな、これ。ちょっとな、ちょっと早かったな。もう焚き火あんないと三枚焼けないからね。サンマやるのにね、ライスでいっちゃおうかなと思ってんでね、ちょっと吸水始めますね。 1.5 ですね。そしたらね、椎茸もやっていこうと思ってんですね。これも秋の味覚ですね、椎茸。3つぐらいかな、ね、よし。いやー、この時計がないってのは不便ですよね。今7時半ぐらいかな、ね、
うまく焼けっかな。今年の三枚でもちょっと小さいかな。そろそろ椎茸いきますかね。これかな。よいしょ。そしたらですね、椎茸にね、バターですよ。バターもこれとろけちゃうんだな、熱くてな。気温がね。そしたら醤油ですね。醤油をたらっと。完成しましたね。こんな感じですね。サンマに、これが椎茸のバター醤油ですね。まあ焦げてますけど、まあこんなもんでしょう、男の料理はね。うん。ご飯の方はですね、ちょっと見てみますね。ちょっと蒸してますから。よいしょ。こんな感じですね。ちょっと硬いかな。うん、焦げてはないけど、ちょっと芯が残ってるかもしれないですね。うん、うまそう。この内臓がうまいんだよね。そしたらですね、ここにですね、この宮のタレをですね、かけていきます。たっぷりですね、これもね。たっぷりとかけて、そしたら椎茸のね、ちょっとニンニクのせますかね。こんな感じで。どれどれ、じゃあ行ってみますか。あ、うめえ。うん、やっぱり合うな。宮のタレとサンマ、うん、うまっ。鶏の宮のタレをかけて、これでいきますね。ごちそうさまでした。うまいわ。しいたけのね、バター醤油もうまかったけど、うまかったな、うん、ちょっと時計がないっていうのは不便ですね。時
時間多分今7時半頃かな、うん、7時半頃になると思うんですよね。天気は晴れてます、うん、気温はね焚き火してるからね、ちょっと焚き火失敗だこれ。今日ちょっと焚き火暑いね、うん、汗が止まんねえっす。時間がね、わからないんですけどね、多分10時頃だと思いますね。今日はちょっとさっぱりめというかね、ちょっと大人のつまみを作ってみました。これがきゅうりの浅漬け、これが生姜ですね。で、これがペッパービーフですね。これをですね、ちょっとハイボールでいただきたいなと思って持ってきたんですけどね、氷を忘れました。ハイボール、ハイボールね、作るのもいいんですけどね、こっちの方が手っ取り早いですね。簡単でいいです。いただきます。あ、うまい。ペッパービーフをいってみますかね。ペッパービーフ、うん、うまい。これマヨネーズかけたくなっちゃうんだけどね、ちょっと我慢してね。あー、さっぱりしててうまいな。うん、生姜、いつもね、ホルモンとか焼肉ばっかりやってるとね、たまにこういうのあっさりしてて美味しいですね。時計がねえから時間は分かんねえな。適当に寝ますかね、うん、スマホの時計見たら10時50分でしたね。焚き火もね、いい感じになってきたんで、そろそろ休みたいと思います。
だと思うんですけども、天気は晴れですね。気持ちのいい朝です。まだ月が出てますね。今から起きてちょっと幕の周り掃除したいと思います。今朝焚き火始まりました。じゃあモーニングコーヒーいきますかね。いつものバリスタですね。うまいな。今日は気温がだいぶ下がったんでね、焚き火ちょうどいいですね。川はこんな感じですね。今日も連休明けなんでね、朝からね橋の上は忙しそうですね。それじゃあ朝ごはん行きますか。チキンライス。完成しました。チキンライスですね。こちらベーコンエッグです。ベーコンエッグ。今日のスープはカレースープですね。いただきますと。どれどれ、ローソンのチキンライス。安定だな。
目玉焼きはケチャップ派ですね。この天気わかりますかね、これね、すごい天気ですよ。まるちゃんうめえな。ちょっと焦げたぐらいがうまいな、目玉焼きもな。ごちそうさまでした。あーうまかったな。あー撤収完了しました。いやー一人ぼっち最高ですね。まあ昨日の夜はね、秋の虫たちと一緒にね過ごしたんでね、一人ぼっちではないんでしょうけど、これからねますますキャンプにいい季節になってきますね。皆さんも秋の虫たちとオーバーナイトしてみたらいかがでしょうか。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブット TV でした。